今回は2020年人体業界に影響を与えた重大ニュースの一つ、非対面接客、感染対策で普及、ビデオ通話をフル活用について。新型コロナウイルス対策の一環でビデオ通話などを活用した案内が増え、外出自粛中も機能しました。非対面接客という新たなスタイルは利便性の高さも魅力的で、地方から上京して部屋探しをする人にとっては交通宿泊費の節約や移動時間の短縮にもなります。非対面接客が定着する流れはより強まる可能性があります。パーフェクトパートナーでも Zoom によるビデオ面談を行っております。こちらの専用ラインでビデオ面談希望とお知らせください。